柴田 VS 木野雄太両選手の入場です。なんと柴田選手ですがトランクスで登場です。さあそれではまず久保選手から軽量級に乗っていただきます。久保選手 76.20 クリアです。クリアしました。さあ今まで見たことありませんがトランクスでの登場になりました柴田選手。柴田選手 88.60 65失礼しました 88.65 クリアです。クリアしました。ホットビデオなでろしています。柴田選手です。まあ、この試合成立するかどうかというところファンの皆さんの中でもですね非常に話題になっていましたが試合が成立することになりました。セイロガンですか、まあ、これをなんと柴田選手に送ろうというところなんですがでは柴田選手プレゼントです。ちょっとこれ土下座する形でのポーズになってしまいましたけれども、まあ、正面を向いてのファイティングポーズも取りましょうか。いやこれがブラフなのかどうか分かりません。昨日の記者会見でも長きにわたってその恐怖をとうとうと語りました柴田選手です。まあ、去年は広谷選手との一戦見事勝利を収めました。しかし今回は K1 のチャンピオンを迎えている一戦ということになります。視線を合わせようとはしません柴田選手。そして一方の久保選手はじっと見つめています。このパフォーマンスが明日の試合ゴングが鳴った瞬間どう変わるのか、それともこのままの通りなのか全く予想がつきませんが、この2人の対戦今日軽量に来ているということは成立したと捉えていいでしょう。明日の試合を迎えることになりました。大きな拍手でお送りください。